今日はこちら、こちらには赤手ガニがいます。もう飼育して2年目になるオスの赤手ガニなんですけれども、この子に餌を与えてみたいと思います。与える餌はこれ、これはアロワナの餌です。まあ基本何でもいいんですけれども、お野菜だったりこのように動物性タンパク質の餌を与えると、もう2年も飼ってるとこのように近づいてきてくれるんですね。で、渡して取ってくれるんですよ。最初のうちは警戒して餌を与えても、まあ2、3週間もあんまり食べないですね。食べてくれないです。で、なるべくストレスの当たらない落ち着く環境を作ってあげて、食べ始めたなと思ったら徐々に餌を与える期間を短くする。私はだいたい3日に1回ぐらいなんですけれども、3日に1回ぐらいこのように餌を与えて、そしたらまあ自分からね、おねだりするようになりました。で、カニってこの爪先を常にこう水の中をね模索するようにつついて、それを口元に持っていって、おそらく味覚で餌を食べているんだと思うんですね。目は上を向いてる、もしくは前なので、きっと下は見えないはずなんですよ。でも器用にこのように餌をね、見失っても探し当てて、ほら、ちゃんと食べてくれるんですよ。で、この子で、まだ、どれくらいだろう。足先、甲羅幅で言うと、2.5 センチ、3センチいかないくらいなので、まだうまいこと飼育をすれば、あと1年は生きてくれると思うんですね。今日は、赤手ガニに餌をあげてみる、でした。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。 YouTube の他にも Twitter と Instagram の方もしています。そちらはホーム画面の概要からリンクが飛べるようになっていますので、もしよろしければフォローの方もお願いいたします。そしてこの動画を見て気に入っていただけたなら、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり誠にありがとうございました。では。